はい、皆さんこんにちは、レクセニ講師の岩崎茂雄です。2015年入門講座全体構造編、第1回の前半を始めます。この講座、この講義では前半のことをユニット1というふうにこれから読んでいきます。そして一つのユニットには3つのチャプター、それが入っているという仕組みになっています。前半すなわちユニット1、まあチャプター3つ目、それが終わりますと休憩の画面に入りますが、まあ、皆さん方は自分の計画にとってやりやすいチャプターで切っていけばよろしかろう、そこで休憩入れればよろしかろうということですね。まあ私の休憩といいましょうか、一つの区切りとして一応休憩画面は出しますけどね、ということだと思ってください。で、後半が各回のユニット2ということになりまして、まあそこでまた3つのチャプターをテーマとして話していく、まあそういう仕組みになっているんだということですね。これをまずご理解ください。はい、それでは早速2015年入門講座岩崎クラス全体構造編のボリューム1ユニット1以下 V1U1、 そんな具合に省略して画面には出てくるようになるでしょう。で、ここではチャプター1ないしチャプター3、それをお話しすることになります。では早速全体構造編のチャプター1、小試験入門というテーマと近代思想史というテーマですね。そのテーマでお話しするということになります。はい。で、まあテキストのページはですね、全体構造編のテキスト、そこの1ページ、そこから20ページの第3章の前、1ページから20ページ第3章の前、までをこのチャプター1という塊でお話をする予定になっております。はい、まあ第一編が序論ということですね。第一編が序論ということであります。で、まあこの第一編序論というところは、まず1ページをご覧になっていただいて、第一章法律系国家試験の概要という第一章ですね。次に7ページを見ていただいてね、第二章近代思想史というタイトルになっています。はい、まあチャプター1のテーマが小試験入門というものと近代思想史というものですよというふうに話しました。すなわち第一編序論の第一章、まあ特に小試験に特化して話します。から第二章近代思想史というものも、まあ法律というものをゼロから勉強する人が前提にしておくべき事柄でありますので、まあここで扱いますと、そう思ってください。はい、それではまあ早速1ページということになりますけれども、まあ第一編序論ということでね、チャプター1というふうに書き込み入れときました。皆さん画面のところで、まあ、薄いグレーに塗りつぶしている部分は私の書き込みであります。皆さんの手元のテキストにはそのことは文字として印字されてないはずですね。で、まあチャプター以下 C って省略するよ、チャプター1である、そういった始まりの部分を入れときました。まあ、チャプター始まりの書き込みはね、何か皆さん、マーカーで塗っとくのも、テキストをチャプター通し番号で探すにあたっては便利かなとは思っています。はい、初めにということで第一章、まず法律系国家試験の概要ということであります。第一節初めにっていうところに早速書き込みがありますけれども、まあ、この第一節のところではですね、学生の皆さんを念頭に置いたですね、言葉の使い方が多くなされているんですね。
だけども学生ではない自分はもう社会人なんだとか、まあ、そういうことであってもですね、同じですよと。なら学生であったものも同様だということを書き込みを入れておきました。何でしょうか。はい。まあ第一節始めにというところ、まあそこの最初の文章はね、これはまあざっとまあ黙読速読しちゃってください。はい、もう今黙読速読してしまって構わないですよ。そんなもんかいと思ってくれればよいということです。で、次に1番「学問の進め」というところですけれどもね、まあここも同様に、まあ、黙読速読してくれればいいなということであります。で、まあ「学問の進め」というのは福沢諭吉さんの有名な書物の名前ですけれどもね。で、まあ、そこで言う学問というのは、はい、まあ、塗りつぶしはしてませんが、今はさっと画面で追っかけてみます。学問とは実学を指しておりということなんですね。まあ、近代国家へというふうに日本が生まれ変わっていくにあたっての教育の制度、まあ、そういうことから言うとね、古い言葉ですが、読み書きそろばんというものなんかが最も基本だったわけですね。で、まあ、そして経営とかそういうことに携わろうとするならば、その読み書きそろばんの延長として簿記とかですね、まあ、そういったような実学なんですね。世界って何だろうってな形で真理を探求していくとかですね、そういったものとはちょっと違った実学なんだよということを、まあ、強調しておきましょう。で、話してる間にも、まあ、ざっと目で追って黙読速読してくれればいいわけで、まあ、画面食い入るように見てみたってね、仕方ないですからね。はい、まあ、ざっと黙読速読してください。はい、漢数字の2番、漢数字の2番としまして、はい、まあ、21世紀における学問の特色ということが挙がっております。はい。で、これは大きく変わってますよということが要旨上がっているぞというふうに思ってください。はい。まあ、ざっと黙読速読しておいておけばいいです。ここもですね。次に、まあ、大学生にとっての学習ということが上がっております。漢数字の3番です。はい。まあ、第1段落はざっと見ておいてもらいましてですね、第2段落、第3段落、全体が、青い塗りつぶしになってますよね。テキストは2色刷りなんですね。で、青は重要点を強調している時なんかに、青字になっているよ、青字ゴシックになっているよ、まあ、そういうふうに思ってください。で、この、まあ、2つの段落ですね。で、まずこの1991年の冷戦終結後という話なんですけれども、そうですね、まあ1945年にね、第二次世界大戦、まあ太平洋戦争、これが終結しまして、で、戦後復興という時期がありましてですね、そして、まあ沖縄返還の時に時の首相がもはや戦後終わったと。いうふうに言って、復興からどん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 右肩上がりへという形で、そしてバブルが崩壊で、まあ世界史的にはですね、ここに上がっている1991年の冷戦終結ということでありますね。89年が確かベルリンの壁崩壊だったかな、まあ、そういった形で冷戦終結ということでありますね。そこから後はですね、その戦後の復興から、そしてもはや戦後が終わったと、そしてどん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 経済成長右肩上がりという現状から言ったとこだった状況ですね。そこから考えていきますと、まあここに上がっているように、戦後50年の豊かな太平の相中流社会、これはもう崩壊へと進んでおりということでありますね。はい。で、まあ、2011年以降も基本的に続いているわけでありまして、生活保護受給者の数であるとか、完全失業者の数であるとか、まあ、企業内の潜在的失業者も含めるととかね、そういうことがあっています。
この統計はね、例えば生活保護受給者は、年によって2014年4月の時点っていうのはね、13年3月よりも若干落ちてはいるんですよ。しかし、統計の取り方といいましょうか、あるいは保護基準というものですね。この保護基準というものにつきまして、貧困割合というものがもっと強くないと、そもそも認定が得られないというふうに基準の変更なんかもあるんですね。そういうことがありましてですね、この数字が1年前よりもちょっと減ったのどうのとかね、そういうことは大きくものを見るにあたってはあんまり大した違いはないの。いずれにしましてもですね、大段落です。このような現実はってことで、現実はっていうところからは皆さんに強く意識してもらいたいし、ここははっきりと自覚しておこうよねと。そういう意味で、例えば司法試験に受かっても、ステータスシンボルとして金が回りが良くてですね、というような弁護士になれないとかさ、弁護士という3文字でね、そんなことを夢のように描いてること自体がそもそも時代遅れなんだと、そういう話です。制度が悪いとかですね、そういう問題じゃないです、ということを分かりましょう。で、黄色い塗りつぶしにしておきました。ここで、画面上の黄色い塗りつぶしが出てきました。説明部分で重要ポイントっていうものを、画面の映像ではこのように黄色に塗りつぶしたりします。で、現実はこれまでの学術中心の大学教育から職業教育を成果の強化課程に組み入れた高等教育へと変革をもたらし、大学卒業後の職場確保への対策を余儀なくされているのであると。学問の不心理探究、もうそれだけでは追いつかないということなんですね。あるいはそれよりも前に卒業して食っていけるかどうかの問題なんだというふうになってますよという話です。で、次に4番、学生にとっての職業教育資格試験ということでありますね。で、第1段落第2段落読んでもらうとしましても、第2段落は全体をテキスト上も青文字で強調しておきましたということでありますね。すなわち、この実務的な専門能力ですね。実務的な専門能力の確保、これを目指していくんだということでありますね。で、技能や資格の多くは資格試験の中に具体化されているということでありますね。もちろん、試験に合格するということと、その技能技術についての実務に長けるかどうかってことは、直ちにイコールではないわけです。しかしですね、その基本的な力っていうものを資格試験において認定してもらうということですね。これは非常に重要なんだよということです。だから、福沢諭吉先生の学問の勧めのところで実学だったんだ、そういったところを捉えて、ここにちょっとまとめ的な、黄色い塗りつぶしが出てきますね。学問実学の勧めというものは、ここについては結局資格の勧めということができるんだよということでありますね。で、次に5番、学生にとって、その法律知識専門能力、ライセンスの習得ということであります。ここから主として、司法試験を念頭に置いてということになってますけれどもね。で、我々は過去30年以上にわたり、国における多くの資格試験をということですけども、一番最初にですね、開発をしていった資格試験の講座が司法試験の講座なんですね。で、今では予備試験、法科大学院、そういうものがありまして、その後に司法試験がありますよね。また国家公務員試験、これも司法試験よりは遅れて開発しましたけれども、非常に実績のあるものであります。で、いずれにしましても、このいわゆる法律系資格試験と呼んでいいでしょう。国家公務員といっても技術職、そういうものがありますけれどもね、総合職は結局法律系試験でいいでしょう。で、そこでは必須のリーガルマインドの体得、これぜひともですね、司法試験に限らず国家試験の総合職、あるいは一般職で法律系、経済系、そういったところではどうしても必要になるんだよということが青文字で強調されてますね。続いて第2節です。合格のための受験勉強という説ですね。
セクションですね。はい。で、ここに書き込み入れておきました。スピードフリークラスの受講法、これはリビューに詳しく書いておきましたので、現実にどんなことを気をつけながら、どんなアイテムを作りながら、どんなことには目もくれずにとかね、まあ、そういった、リビューに詳しく書いてあることをよく読んでいただいてですね、それに従って初心を忘れず、勉強方法についてあれこれと、あっちの芝生は青いよ、こっちの水は甘いよ、そんなことに負けずにですね、初心を忘れずに徹底していってもらいたいということであります。その意味を込めてプロビデンスリビューに詳しく、失礼しました、プロビデンスというのは前の教科書の名前でね、セブンサミットリビューに詳しく書いておきました。で、面倒なのでリビューというふうに省略させてもらいます。まあ、皆さん受験時代レビューっていう名前で親しんでたと思いますけどもね、まあ英語読みかフランス語かの違いなんであってね、まあ私はレビューという言い直しにしちゃってるんだけどもね。で、1番、合格のための勉強ということであります。はい。勉強には2種類がある。真実、真理の探求だ。正解はない。もう一つは正解のあるという世界だということですね。で、入門講座における勉強方法は、真理探求という要素と、それから正解のある世界だという要素の両方を含むんだよということは意識しておきましょう。で、後でまた出てくる言葉なんで今のうちに強調しておきますけれども、司法試験法という法律にですね、知識に変することなくという有名なフレーズがあるんですね。変するっていうのは変更する、偏る、そういった変の字ですね。編集局とかいう変は糸編でしょ。人弁のね、偏るっていうね、変です。知識に変することなくと、そういうふうに書いてあるんですね。だから、あらゆるものに正解があって1たす1は2であると同じように、2というふうに絶対書かないといけないんだという世界ではないっていうのが、ちょっとこれ司法試験とりわけ論文の世界の特殊性があるんです。なら、まあ大半はですね、この正解なる世界なんですけれども、とりわけ司法試験、あるいは予備試験の論文ということになってくると、そうではなくってですね、リーガルのマインドをもとにしてですね、その事例における落としどころってものを探求していくというね、そういった要素もありますよということです。はい。まず、真理探求のための勉強というのはこんな特色を持っているよということで読み流しておけば結構です。で、合格ための勉強の特色ってことですけども、それは重要なポイントですね。司法試験の入門講座ですからね。で、何を達成すれば合格できるか、その合格要件はあらかじめ明確になっていると言いましょうか、私たちが明確にしてきたんです。司法試験のための講座ってものを開発して、この 4,50 年の成果として明確にしてきたんですね。まあ、私たちが司法試験を受験し合格していた頃、その頃はですね、その合格してみないともう本当に何にも全然わからない、合格しても何で受かったかわからないというような曖昧模糊とした世界というのがもうすごく強かったんですね。だけれども、先ほどの私が言った知識に変することなくってことを強調するってことも合格要件の明確性の一つなんですよ。覚えたこと吐き出せば分かるんだ、それで終わりなんだと思ってる人はいつまでたっても絶対に受かんないわけだ。だからといって現場で全てクリエイティブなんて考える人は、これまたいつまでたっても受かんないわけだね。だから、まあ私たちが合格要件を明確にしてきてますから、なら、その合格要件を最初に明確にし、その目的クリアのために学習を行うことっていうんだけれども、この明確にしというしというところね、黄色い塗りつぶしで、さらに今カーソル移動して塗りつぶしましたが、このしっていうのは皆さんがやる必要はないんですよ。そのために皆さんは受講料という金を払って講座を受講するんですからね、皆さんがやる必要はないのです。私たちが指し示すものがありますから、それを素直に正直に受け止めて頑張っていってください、と
そういうことだと思ってください。で、次に2番、自分の目標を立てることってことですね。で、合格スケジュール、まあ、それが大事であります。合格スケジュール、これが大事であります。で、青文字になってますように、自分の目標をできるだけ早く明確化することが必要であるということですね。で、次に日々の行動というものは、その明確なスケジュールのもとに出来上がるわけでありますけれども、常にこことりわけ大事なのでですね、黄色を塗りつぶしにしてあります。具体的な目標テーマを数値で設定することですね。事柄だけ書いておいてもダメです。で、まあ、計画評価なんかを細かく緻密にか大雑把にかは別にしても、どっちがいいとか悪いかって話じゃないですよ。好みの問題です。別にしても、何時から何時まで何をやるとかですね、そんな何なんて言うんじゃダメなんですね。論点4つとかですね。何 P から何 P までとかね。そういうふうに数字ですね。数字。これをしっかりといつも意識することであります。はい。では2番、この講座の目的ということなんでありますけれどもね。まあ、まず全体構造を知りましょうという話です。知識はバラバラに得てったんではですね、理解もできないし、定着もしない。で、すぐに忘れていく。次に基本原則ってものを常に追い求めましょうってこと。知識に変することなく、もうこのチャプターで3回目ぐらいになりますね。じゃあどうするんだと。原理原則から考えていくっていう癖をいつもつけなきゃいけない。次に3番。他の法律科目との関連に注意をするということなんですね。関連に意を留めていくことによりましてですね、効率的な学習ができるんですね。民法ではこうだったけれども刑法ではこうなんだと。民法と刑法は国語大事なんだ、だけども刑法ではね、とかですね。それから刑法ではこうだった、だけど刑法で議論していたのは話題にする事実が全て証拠によって立証されていることを前提にした立証された事実として勉強してきた、でも刑訴ではね、とかね。まあそういう形です。あと法律的な基礎知識を得ていくってことですね。これはしっかりとですね、正確に理解すること、これ大事でね。で、まあ標語なんで100じゃないだろうとかですね、そういうことは気にしないで、100の不正確な知識よりも一つの正確な理解、これが重要なんだよって話ですね。だから5番に法律の勉強が楽しくなることと書いたんですけどもね、勉強が好きで好きでしょうがなくて、何やっても楽しくてしょうがないという人はそうそういるもんじゃないと思う。だから基本原理から個々の問題を考える、法律的に考えることができるようになってくると、法律の勉強が楽しくなります。きっとこうなんじゃないかな。数秒後には岩崎が判例通説はこう言ってますよ、ほら見ろとかね、こういうことによってですね、だん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 楽しくなっていきますので。だから法律の勉強しながらルンルンとかね、それは普通ないわけです。だから楽しいってことはどういうことなのかということですね。これを今のうちに分かっておいてください。予測しておいてください。次に4番、講義の聞き方というお話でありますけれども、はい、まあ、ざっと見てもらった上で、手と耳と目と脳を使ってってことでね、ただ何とはなしにぼーっと見てるとか、それはダメであります。でもちろん、ざっと見をするという、まあ、当たりをつける、見当をつける、そういうテキストの読み方もあるし、じっくり理解納得するためという読み方もありますよ。いずれにしても手と耳と目と脳を使ってですね、自分の、まあ、アイテム、神様がくれたアイテム、これを全部使ってね、しっかりとやりましょうということですね。復習の仕方です。入門では黄色塗りつぶししておきましたけども、納得するってことがね、とても大事なことだというふうに思ってください。入門においては納得するってことが大事であります。覚えたかどうかという成果を追い求めるのは、まあ副サブです。メインはあくまでも納得する、こちらであります。まあ、もちろん、理解も早くて定着も確かで、なかなか忘れにくくてという人も、今までの学習の中で自覚している人いるかもしれない。そういう人は納得するにとどめるんじゃなくて、覚えられるものを覚えちゃいけないとは言わない。それは覚えることもやります。
だけども覚えたかどうか、そういうことに救急としてですね、入門時代を過ごしますと知識に変した学習になりますので、1年後2年後に疾病返しに食らいます。だから入門時は納得すること、これを重視してやってください。続きまして第3節、司法試験合格法ってことですね。司法試験とは何かということについて、司法試験法というものをピックアップしながらメモしておきました。はい、特に黄色塗りつぶしになっているところ、これを今のうちに意識します。で、学識っていうのは専門知識のことで、主として条文判例学説です。で、条文にある応用能力というのは結局事例解決能力のことでありまして、事例を法的に分析し、そして結論に導くにあたって法律的に組み立てていき、それを文章で表現し、口で表現していく。で、ちなみに口というのはですね、口述試験っていうのが予備試験にしかない。これはちょっと司法試験っていうのはですね、原則的な受験資格制限は法科大学院修了ということになっておりましてね。で、文章はすごいんだけれども、聞いてみるともう真っ赤になって何も言えないとかね、ゼミでずっと1年間そうだったとか、やっぱりちょっと単位取れてないんですね。なら口述試験はやらない。だけども裁判は紙と口ですから、予備試験の方では口述はやるんですね。はい、次に司法試験予備試験の合格法ということであります。はい、大文字調子にざっと見てもらいまして、で、司法試験の担当式は憲法民法刑法です。論文式は公法系民事系刑事系、それから法律選択科目ということです。このチャプターでもう4回目の強調ぐらいになりますね。知識を有することが判定に変することなくということを条文にはっきりと挙げてるんだ。それは意識してください。予備試験の方は担当式は憲法民法刑法だけではなくて、ご覧のように全部で7科目と一般教養科目があります。で、平等に全部平均的に点が取れるようになどとは考えるべきじゃありません。法律基礎7科目ね。はい、この黄色で塗りつぶした部分、そこでしっかりと点数を取っておくべきです。この7科目の内部では、僕は民訴が弱いから民訴捨て物だとかね、それでは受かりません。はい、次に第3項ですね。論文は担当8科目と法律実務基礎科目という名前の科目がついてきます。口述は法律実務基礎科目だけですよということです。これらの自分が受けていく試験というものの、科目ってものぐらいはやはり早めに覚えたように越したことはないです。さて、続きまして第2章、近代思想史ってことですね。チャプター1のテーマは司法試験入門と近代思想史ということでありました。第2章近代思想史っていうところはですね、全般的に基本的にざっと目読しておいてねという場所になります。で、まず第1節には目的と手段というタイトルのもとにですね、学習対象たる法と社会の現実との関係ですね。はい、それが挙がっていますねということです。はい、これ色がですね、黄色になってしまってますけれども、ちょっとテキストには書いてないことだと思いますね。ただ学習の対象、私たちは法を対象にしますけれども、あくまでも実務に出れば社会の現実なわけだし、その社会の現実でみんな幸せを求めるわけで、そのために法があるわけでというね、そういったことをしっかりと前提として分かっておいてください。これが第一節ですよってことですね。はい。あとはざっと見ておいてもらってですね、重要なところは黄色で、法律が目的とするのは私たちの幸福生活を確保することだ。その点から考えたときにですね、矛盾が生ずることがあるわけで、矛盾が解消されるように、実際のものを作り、消費し、生きていくという生活、それをですね、幸せになるようにって形で制度で
保証していくわけで、で矛盾が生じた時に制度が変わるよと、ルールが変わるんだよというような話であります。はい、でどのように解釈したら法律が対象としている現実、これがうまくいくか、これを理解できていないと正しい法解釈ができないのであると。まあこのようなことはですね、まあ実務に出た時に常に意識しておく時ですね、まあ根底にあるようなことでありまして、受験勉強ってことからいくならばですね、まあ遠い先のことで常に根底に置いとかなきゃいけないことだよっていう程度のことかもしれませんけれどもですね、ただ単に覚えておく覚えておくってことではなくて、いつも書くあるべきというですね、現実がうまくいくかどうかってことのべきの世界があってね、それを目指して法律を解釈してるんだよってことを忘れないでくださいと、そういう重要ポイントです。で法律の条文の解釈方法っていうところにねざっと上がっていますけれども、はい、丸の1がですね、これが現実をうまく生かせるようにという現実の世界の幸福を目指す部分です。で丸の2はですね、そのためにはこんなことをしなきゃいけないからって形でこんなことを定めた、それがこの例で言うならば消費者契約法なんだよってことが上がっている部分です。この丸6丸7のことを定めたんだから、いろんな条文はその観点から全部読んでね、理解してねってことだと思ってください。はい、でまあ全体はざっと目読速読してくれればいいですね。次に法律の守備範囲という関数字の3番でありますけれどもね、はい、まず現にある法律、どんな法律にすべきであるかどうかってことよりも現にある法律、そういったものをしっかり学習するのがやはり学識基礎知識のもう9割型のメインになる部分になります。でまあ黄色塗りつぶしであります、現にある法律を認識して理解していくこと、これが重要な学習のですねメインになっていきます。で実務に入っていきますと、さらに要件自立という世界とか自立認定という世界があってね、これは先ほどの試験の科目との関係で言うならば、法律実務基礎科目という予備試験の論文及び口述で課される科目ですね。そこでこのようなことをさらにメインなものとして聞かれることになりますよと、そういうお話でありますね。はい、さああとはですね、ざっとしばらく、まあ、読み流していただきましてね、第二節が西洋、これは欧米のことだと、西洋といっても欧米のことなんですけども、その思想であるぞってことです。はい、でまあここも全体ざっと見ておいてということなんでありますが、まあその中でですね、はい、ページが変わっていきまして13ページですね、4番にまあ根底に流れる二大原則ということが上がっています。はい、でまず重要ポイント1、主体が人間で客体が人間以外の全てだとして区別される、これから学ぶ法律の体系はこの二元論で成り立っているよと、世界を2つに分ける、支配するものと支配されるもの、支配するものは人、支配されるものは人以外のあらゆるもの、そういう理解をするということでありますね。とても可愛いポチもですね、他人に傷つけられれば器物損壊、物を壊した、そういうことであってね、はい、でここで一つ後々知識が入ってくると混乱しやすいものかもしれないので、あらかじめの注意事項、支配の客体と書いてあるんだけどもね、で特に民事法で学習することのある権利の客体という概念があります、それとは別だからってことで混乱しないでねってことをあらかじめ書いておきました。はい、一つ二元論、これが第一。続きましてですね、今度は要素還元主義ということなんですけども、これは学問的な方法論というものでありましてね、すなわち15ページ、人間以外の存在物の本質に迫るための分析の手法、方法論についてのまあ伝統的な考え方です。まず細かく分けた微小の分析結果を総合して元の姿の真実を把握していく、まあ皆さん方に哲学用語を使わず分かりやすく説明すれば、きちんと本質を理解したいという現象世界についてね、分析と総合を繰り返していくってことだよと、そう思ってくれればよろしいです。まあ難しい言葉を試験で聞かれることはありませんので、
ざっと見ておけばいいですね。で、第3節が近代社会以前と産業革命ということでありますね。はい、産業革命によって近代社会が出来上がったというふうに理解されており、法律家もみんなそのように考えております。はい、まあ、全体ざっと見ておいてください。で、20ページに結論めいたポイント的なことを書いて黄色を塗りつぶししておきました。産業革命によって皆さんが生きているこの社会の骨格が固まったんだと。経済学的には資本主義経済体制と呼ばれていると。で、政治的には自由主義社会というんだと。法律的には近代立憲国家などで言ったりすると。で、権力分離ってものを根底に据えた憲法というのを持った国家社会が成立したということなんだと。いいでしょうか。はい。まあ、ページ数は、ご覧のように20ページまでにまたがりますけれどもね。まあ、しかし全体は読んどいてくださいというのが主流になるページで、チャプターであったということでありますね。はい、それでは続きまして、次のチャプターへと移りたいと思います。